それでは3ページをご覧ください。第3四半期連結累計期間は前年同期比で大幅な増収増益となりました。一方でセグメント別の詳細については後ほどご説明をさせていただきますけれども、エンターテインメントコンテンツ事業においては第3四半期発売のフルゲームの一部タイトル、こちらの販売が低調に推移したこと等により、前回予想比で営業利益、経常利益とも大きく下回ってございます。有機事業においては引き続きパチスロ機の販売を中心に好調に推移をいたしました。リゾート事業においてはフェニックスシーガイアリゾート、パラダイスセガサミーとともに堅調に推移をしております。今後については本日通期業績予想の修正を公表しております。詳細は次ページでご説明をいたします。なお税金費用の計算につきましては簡便的に 30% で計算をしております。では4ページの方をご覧ください。業績予想の詳細についてご説明いたします。こちらは経常利益における前回の予想との差異ですが、エンターテインメントコンテンツ事業については第3四半期に発売した一部フルゲームタイトルの販売が軟調に推移したことと、棚卸さんの評価減に伴う損失の計上を見込んでおります。また AM 機器においてプライズ商品の販売が想定を下回る見込みであること等から、前回予想に比べて減益となる見込みです。有機機事業についてはパチスロ機、パチンコ機ともに販売が前回予想を上回る見込みでございます。加えて株式会社ガイアおよびそのグループ会社に対する保有債権についても返済が進んでおり、貸し倒れ引当金計上額が減少したこと等により前回予想比で増益となる見込みでございます。なお現在検討を進めております欧州の構造改革による影響は今回の業績修正には織り込んでおりません。構造改革の進捗については次ページについてご説明をさせていただきます。エンターテインメントコンテンツ事業のコンシューマー分野における構造改革については以前よりご説明の通り、中期的なラインナップの見直し、固定費の最適化、投資効率の改善、開発販売体制管理体制の見直しまで幅広く検討を進めております。この取り組みに関して1月には経営体制の見直しを発表しております。2017年までにセガヨーロッパのプレジデント COO を務め、セガを離れた後テンセントやミニクリップ社において経営手腕を発揮してまいりましたヨーガンポスト氏に再度セガヨーロッパのトップをお任せすることといたしました。現在新しい経営体制において本構造改革の検討を加速させております。今後具体的な施策が決まり次第適切に公表してまいりたいと考えております。続きまして2023年4月28日に発売いたしました前期の実績に応じた取得上限100億円とする自己株式の取得につきましては、先日お知らせいたしましたとおり完了いたしております。またエンターテインメントコンテンツ事業における組織再編についてですが、4月1日付でアミューズメント機器事業と玩具事業を統合しセガフェーブ社を発足いたします。今後フィジカル・リアル領域に対してアミューズメント機器や玩具等の製品等の展開をしてまいります。7ページは各段階利益の内訳となります。営業外収益にはパラダイス・セガサミーの1月から9月の実績等の持ち分法投資利益等を計上しています。営業外費用には外貨建て債権債務の洗い替え及び決済による為替差損等を計上しております。また特別損失にはエンターテインメント事業の CS 分野における事業再編損112億円を計上しております。これは9月に公表済みの欧州における構造改革の進展に伴うもので、第3四半期では約17億円計上しておりますが、主に割増退職金の支払いにかかるものでございます。8ページでは為替変動による影響をご説明いたします。第2四半期まで基礎計画に対する影響をご説明してきましたが、業績予想の修正時に都度計画レートの変更を見直しておることから、修正時に見直した計画レートに対する為替影響を特に影響が大きいコンシューマー分野に絞ってご説明をいたします。
当第3四半期の為替はドル円で計画レート140円に対して実績レートが142円となりました。このことから売上高で6億円、営業利益で1億円の押し上げ効果となりました。また第4四半期は1月から3月のレート水準を1ドル147円に変更したことから、従来想定していたレートである140円に対して売上高19億円、営業利益4億円の押し上げ効果を見込んでおります。また先ほど触れた通り、為替損として9億円を計上しています。次に9ページは各種費用となります。エンターテインメントコンテンツ事業では第3四半期において新作の投入が進んだこと、棚卸さんの評価減を行ったことに加えて、9月よりロビア社を連結の範囲に含んでいることに伴い、第3四半期での研究開発費、コンテンツ制作費が増加しております。通期見込みにつきましては、棚卸さんの評価減及びロビオ社の取り込みによる前回予想よりも研究開発費、コンテンツ制作費が増加する見込みでございます。有機事業の各種費用はおおむね想定通りですが、通期においては主に開発費、広告宣伝費が前回予想と比較して抑制される見込みでございます。続きまして10ページはご参考までに、リゾート事業およびその他の情報となってございます。11ページ目はバランスシートになります。資産については自己株式の取得等に伴い、現預金が当第2四半期末から第3四半期末にかけて減少したものの、ロビオ社の連結化に伴い有価証券およびのれんが前期比で増加いたしました。負債については短期借入金が増加しております。これはロビオ社の買収に関するブリッジローンに伴うものですが、先日お知らせした通り長期借入として本年1月に借り換えを実行しております。最後に純資産について、配当金の支払いや自己株式の取得があった一方で、純利益の計上による株主資本の増加または為替換算調整勘定の増加がございました。なお12月末時点でDE レシオは 0.46 倍となってございます。またネットキャッシュは412億円となり、前期末より863億円減少いたしました。キャッシュフローについては未完成ではありますが、ご参考までに見込みのみお知らせをいたします。営業キャッシュフローはプラス410億円、投資キャッシュフローはマイナス1059億円、財務キャッシュフローはプラス56億円、総合キャッシュフローはプラス141億円となる見込みでございます。それではセグメント別の詳細をご説明いたします。13ページよりまずエンターテインメントコンテンツ事業についてでございます。当第3四半期においては売上高はロビオ社の取り込みにより前年同期比で増収となっております。一方でコンシューマー分野においてフルゲームの新作が低調に推移したことにより、棚卸さんの評価減を行ったことなどから前年同期比で大幅な減益となってございます。第4四半期においては主力 IP の新作投入を進める予定ですが、第3四半期の新作の販売状況等に鑑み、通期計画を下方修正いたしております。また繰り返しになりますが、欧州地域における構造改革施策に関して継続して検討を進めてまいります。14ページはサグセグメントの説明となります。コンシューマー分野のフルゲーム新作については先ほどのご説明の通りでございます。一方でリピート販売、こちらにつきましてはペルソナ5、ザ・ロイヤル、龍が如くシリーズの過去作等のタイトルを中心に年末商戦が堅調に推移いたしました。リピート販売については第4四半期においても安定した貢献を見込んでおります。フリートゥープレイにつきましては、第3四半期は既存主力タイトルが想定通りに推移いたしました。第4四半期は足元の状況等から前回予想よりやや下回る見込みでございます。またその他の取り組みとして、ゲームタイトルのサブスクリプションサービス等への許諾、ソニック等の IP のライセンスアウトが進んでおります。アミューズメント機器分野については引き続きプライズカテゴリーが堅調に推移したことから、第3四半期実績は前年同期を上回りましたが、第4四半期にはプライズ商品の販売が想定を下回る見込みであることから、通期の前回予想を見込みを下げてございます。
映像玩具分野については、映像は海外向けの映像販売や制作受託が拡大したことから堅調に推移しており、今後もこの傾向は継続する見込みです。一方で玩具は軟調な年末商戦の販売状況を考慮し、期末に在庫評価減を見込んでおります。15ページはご参考までにフルゲームの四半期ごとの売上高推移を記載しております。第3四半期は新作が集中し、リピートについては堅調に推移をしてございます。フリートゥープレイの売上高推移となります。既存の主力タイトルであるプロジェクト世界カラフルステージは、および開発は当社グループ、パブリッシャーは株式会社バンダイナムクエンターテインメントが担うワンピース、バウンティーラッシュを中心に堅調に推移をいたしております。ロビオ社のタイトル別の売上高推移でございます。同社は12月決算のため、10月12月は第4四半期にあたります。売上高は減少傾向となってございますが、これは主要タイトルを中心に減衰傾向が続いていることに加え、新作の投入がなかったことによります。一方でマーケティングコストつきましては適切にコントロールをしていることから、利益面では前回予想よりも貢献する見込みでございます。今後主力タイトルであるアングリーバード2について運営強化を務めるほか、12月のマネジメントミーティングでも研究した通り、ソニック等の新作モバイル等の開発に取り組んでいく予定となっております。ご参考までにコンシューマー分野における売上高の詳細となってございます。こちらはコンシューマー分野における販売本数の詳細となってございます。20ページは当第3四半期に発売いたしました主な新作タイトルとなってございます。21ページは当第4四半期に発売を予定しておりますタイトルでございます。龍が如く8もペルソナ3リロードも販売から1週間で全世界累計販売本数が100万本を突破いたしました。龍が如くの方は、シリーズ最速、ペルソナの方はアトラス販売タイトル史上最速での記録です。いずれも堅調な滑り出しとなっており、来期のリピート販売も見込めると考えております。また3月には、13騎兵防衛圏等で高い実績を誇る、バニラウェア社開発の新作ユニコーンオーバーロードの発売も予定してございます。こちらはエンターテインメントコンテンツ事業における各タイトルの販売スケジュールとなってございます。次に24ページより有機事業となります。当第3四半期においては引き続きパチスロ機の販売を中心に好調に推移したことから、前年同期で大幅な増収増益となりました。今後の見通しですが、冒頭でもお伝えした通り、前回予想に対して増収増益を見込んでございます。部材の評価減や業績見通しに基づくインセンティブといった一過性の費用を見込んでいること等から、第4四半期単独では損失計上となっておりますが、冒頭でもお伝えした通りでございますが、販売が好調に推移していることや再建回収が進んでいること等から、通期では前回予想を上回る予想とさせていただいております。25ページは有機事業における販売スケジュールとなります。第4四半期には新機能であるラッキートリガーを搭載したパチンコ機の投入を予定しております。また一部発表済みではありますが、来期タイトルについても着々と許認可の取得が進んでございます。26ページですが、当第3四半期において新作タイトルの販売に加え、前期導入のパチスロ鋼鉄城のカバネリ並びに第1四半期に導入したスマスロ北斗の剣の追加販売を実施いたしました。カバネリにつきましては1年以上にわたってホール様の稼働に貢献し、累計で導入台数5万台を超えております。またスマスロ北斗の剣については昨年4月の導入から時間が経過しておりますが、現在もホール様の稼働に貢献しており、累計での導入台数は8万台を超えております。今後も新たなヒットタイトルの創出に向けて鋭意開発を進めてまいります。27ページよりリゾート事業となります。
国内のフェニックスリゾートについては個人客のアウトバウンドの再開等により稼働率は想定を下回りましたが、団体客の想定以上の回復を見せたことから、当第3四半期は堅調に推移いたしました。韓国インチョンのパラダイスシティについては日本人 VIP を中心に好調に推移をしており、当第3四半期累計期間の持ち分法取り込み額、こちらにつきましては13億円となり、リゾート事業の経常利益の黒字化に貢献をいたしております。今後についてはフェニックスリゾートにおいて第2期連続の営業利益の黒字化およびパラダイスシティにおける利益貢献により通期での経常利益段階での黒字化を見込んでおります。28ページは韓国のパラダイスセガサミーの詳細でございます。当社の業績への取り込みは3ヶ月遅れでの計上となるため、当第3四半期はパラダイスセガサミーの1月から9月の業績となります。カジノ売上は日本人 VIP を中心にドロップ額がコロナ前の水準を超え好調に推移をしております。ホテルについても稼働率が高水準を維持し、パラダイスシティ全体の集客に貢献をいたしております。以上のことから当第3四半期累計期間の持ち分法取り込み額は13億円となっております。今後については前期からの大幅な業績に伴い期末インセンティブ費用が発生いたしますが、リゾート事業の経常利益段階での黒字化に引き続き貢献する見込みです。なおご参考までに足元1月のカジノドロップ額についてはカジノ開業以来ですね、過去最高の記録となってございます。日本人 VIP の好調に加え中国人 VIP の緩やかな回復も、さらにマスの回復も大きく、伸長いたしております。成長投資につきましてはロビオ社の買収手続きは完了しており、1月にはロビオ社によるナスダックヘルシンキの上場が廃止されております。今後ロビオ社でソニック IP を利用したモバイルタイトルの開発の開始、同社の CRM システムであるビーコンをセガのスマートフォン向けゲームでの活用などいろいろな取り組みが検討されております。ギャンの買収につきましては現地時間の2月13日本買収についての臨時株主総会が開催される予定となっております。無事に承認可決された場合は各国地域における当局承認の取得を進めることとなっております。私からの説明は以上となります。ありがとうございました。